こんにちは、ひろいとものぶです。ひろいとものぶチャンネルはファン、サポーター、さまざまな方からお便りをいただいて、それに僕が答えていく番組です。ということで今回もよろしくお願いします。今日は話すことがたくさんあります。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りします。まずは栃木線の振り返りから行こうと思います。栃木線は、本当に急遽だったんですけど、僕自身が今季初出場を飾ることができました。まあなんとか無失点で試合を終えることができて、まあ良かったかなと思ってます。かなり急遽だったので、まあその辺の心境っていうのが皆さん興味あるかなと思うんですけど、まあ状況としては、まあ大輔が少しアクシデントがあって、であのスタメン組がウォーミングアップ先に上がるんですけど、その後サブ組がウォーミングアップ、ピッチ内のウォーミングアップ時間ギリギリまでいつも動くんですけど、本当にそれが終わったぐらいに工場トレーナーから疲労行くぞっていう、行けるかって感じで来て、えみたいな、あーなるほどなるほど、そういうことか、わかりました、行きます行きますっていう感じで、もうあれよあれよとキックオフを迎えたって感じですかね。以前の YouTube でも話したんですけど、僕あの気持ち入れすぎると本当にろくなプレーしたことなくて、どっちかっていうと少しリラックスしてる方がいいプレーでできるんですけど、まあそうですね、このプロサッカー生活というか、子供の頃からサッカーやってきて、公式戦でこのパターンは初めてだったんですけど、今までで一番緊張してなかった気がしますね。気が抜けてるとかっていうわけでもなく、本当にいい状態でピッチに立てました、不思議ですね。なんか気負いもなく、かといって意気込むわけでもなく、不安な気持ちもなく、なるようになれというか、なるようになるだろうという気持ちが一番ありましたね。まあ自分なりにしっかり準備はしてきてたので、まあそれをまあただ表現するだけだなと思ってピッチに立ちました。まあみんなから良かったよって、まあ、言ってもらえたんで、まあ一定のプレーはできたかなとは思うんですけど、まあプレー見返してみれば、まあ全然特段良かったというわけでもなかったですし、その急遽出たからっていう、まあここに付加価値がついて俺のプレーがみんなよく見えたんじゃないかなと、今それぐらいの気持ちでいます。ようやくスタートラインに立てたと思ってるので、まあ、本当にただそれだけって感じで、まだまだシーズン長いので、どのような立場だったり状況になっても最善をこう尽くして、はい、毎週末だったり、まあ、水曜日の試合にこれからも向かっていきたいなと思います。で、まあ、栃木戦ですけど、そうですね、勝てたのはめちゃくちゃでかいなと思います。まあ、内容は、まあ、相手のミスと、まあ、PK だったので、まあ、流れの中っていう感じでもなかったんですけど、まあ、良さも随所には出せたかなと思いますね。まあ、後半の戦い方っていうのは、まあ、課題が残ったんで、この辺をもう一回みんなでしっかり整理したり話し合いながら解決というか、同じような状況になった時にこう巻き返せるようなコーチングだったりとかコミュニケーションっていうのを取りながら乗り切れるようなチームになっていきたいなと思いますね。で、まあ、栃木戦の MVP ですけど、金沢はちょっとね、辻尾ラジオと被っちゃって悔しいんですけどね、平松翔選手で行きたいと思いますね。もちろん豊も良かったと思いますし、道も良かったですし、まあ、何人かいい選手はいるんですけど、この試合は翔はすごい効いてたなと思います。何が効いてたかなっていうのは、特に前半、まあ、十勝選手の守備のポジショニングのところで、ほのや庄司選手からのパスコースっていうのはすごい出てたんで、まあその辺のこうボールをまず引き出してくれるっていうところと、まああとはコンディションもいいと思ってるんで今年、まあその前への推進力、ぐっと運ぶところはかなり良かったなと。一回ボランチの佐藤選手と競り合いながら、まあ最初は少しね、庄の方が後ろからスタートしたんですけど、ゴリッとこう前に運べて、はい、コーナーキックまで行ったシーンがあって、ハーフラインぐらいから、だから一人で運んでコーナーまで持ってってくれたりとか、そういうなんかチームにすごい勢いを与えたりとか、まあ、地味ですけど、そうやってコーナーを取ってくれて、流れを引き寄せるようなプレーっていうのは多かったかなと思いますね。なんか今年体重を4キロぐらい落としたって言ってて、
でもその強さっていうのが出てたりとか動きもいいんで、落として今シーズン挑んでるのは今のとこいい風に出てるのかなと思いますね。これがまあ1年間通してキープできるかってとこが、まあ彼の次の課題というか、落とさないようにキープするっていうのが大事になってきますよね。まあ翔はですね、まあ体にのこととかに関してもいろいろ試したりとかしてて、結構まずやってみるっていう、そういう考えの持ち主なんですね。だからすごい僕自身も彼からの話っていうのは参考になりますし、聞いてて面白いなと思います。本とかもたくさん読んでるみたいなんで、学ぶ気持ちっていうのはすごい高いのかなと思いますね。このね、YouTube もリスナーさんみたいなんで、毎回聞いてるって言ってくれてるから、まあ、そろそろ MVP に出してあげないと怒られちゃいますんでね。翔さん、MVP です。これからもプレーでチームを引っ張っててください。よろしくお願いします。よし、こんだけ言っとけば大丈夫でしょう。で、栃木ですけど、後半からボランチで出てきた上田啓太選手。まあ、彼がやってて一番嫌だったなと思いますね。まあ、僕たちの後半の戦い方で、まあ、バッテてたりとか、まあ、少し間延びしてしまったとか、ラインが下がったとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、上田選手は、まあ、パスの選択肢として、こう、前につけるっていう選択肢がすごく多かったので、で、ちょうど、センターバックとボランチの間に落ちてきた選手とかうまく使ったりとか、かなり栃木としても前進できてたかなと思います。僕たちもこう、うまく、そのタイミングではいけないとか、潰しに行けないっていうことも多かったので、栃木がうまく回り始めたのは彼の縦パスが、あったからかなと、はい、思ってますね。そんなとこですかね。 あとリスナーさんのキルさんからですね、セヌとのピッチ上での再会はどうでしたかという、質問というか、はい、ちょっと話してみてくださいって言われたんで、ピッチでねやってる時は特別な感情っていうのはやっぱりないですね。忘れてるというか、まあ、やられたくないっていう気持ちはまあかなりありますし、まあ癖とかそういうものは分かってるので、逆に怖さっていうのも分かってるんですけど、まあその辺をこうどううまく止めるかっていうことだけを考えてやってましたね。まあ去年の苦しいシーズンをこう一緒にまあ戦ってきた仲間でもあるので、そうですね、彼の昨年のホーム山形戦のまあゴールのおかげで、まあ今年も J2 にいると言っても過言ではないと思うので、まあそういう意味では全員金沢の大恩人ですけど、まあうまく抑えられたんじゃないかなと思ってます。まあピッチでも、まあ、栃木の選手に対してあの前向きなコーチングだったりとか、まあ、いろいろ話しながらやってる姿は、まあ、僕はセンターバックとして対峙しながら、まあ、聞いてたので、まあ、相変わらずそうやってチーム思いだったりとか仲間思いの選手があるなと思いますね。まあ、こうやって試合が終わってしまえばまたあの大切な仲間なので、お互いこういいシーズンになるようにやっていけたらなと思います。それでは、質問がですね結構溜まったので、質問にガンガン答えていこうかなと思います。まず質問です。ヤンガラスさん、質問内容は少し長いので、はしょりますが、要するにですね、声出しの解禁によってちゃんとや声援だったりざわつきっていうのがあると思うんですけど、そういうのが、監督からの指示の邪魔だったりしないんですかという、その辺の素直な意見を聞かせてくださいということです。そうですね、まあ確かに声援が解禁されたら監督からの声はまあ聞こえづらくなるのはとは思います。まあメリットデメリットって、まあ、あると思うんですけど、お客さんもねコロナになって声援なしだったりとか、無観客でやってる時って、まあ、監督からの指示とかすごい声が通って選手間の声とか聞こえて、まあ、その辺は新鮮だったりとかして、まあ、新たな楽しみ方っていうのはあったと思います。まあ、そういう、まあ、思わぬ副産物みたいなものもあったと思うんですけど、まあ、僕個人としてはもう確実に、絶対応援ありですね。なんだろう、そもそも、まあ、指示がなくても基本的には動けるように決断できるように、普段の練習があったりとかミーティングっていうのがあるし、まあ、監督の指示通りに、まあ、ロボットのように動くっていうのは、まあ、少し面白くないというか、サッカーってやっぱり自由なスポーツだし、その自分の中でこう決断していくところが、まあ、面白い部分でもあると思うので、聞こえすぎるっていうのも、まあ、いい部分もあれば、まあ、また悪い部分もあるなと僕は思ってます。まあ、今年はその手拍子とかも解禁になってるんで、声なしの時に
比べるとやっぱり普段に戻ってきてるとは思いますけど、そんな中でも今年は結構ピッチの中で話せて決断できたりとかしてると思うので、その辺がまあやっぱりなんだろうな、大事なことだと思うので、声出しありなしに関わらず、はい、これがまあ今できてるっていうのはすごいいいことだなと思ってます。まあ、あとはそのサッカーのプロの興行としてのその価値っていう意味でも、やっぱりただ試合をやってるのをこう見るっていうよりは、やっぱり応援があったりとか、盛り上がってすごい大きな声が出るとか、すごい歓声がある、ああいう雰囲気っていうのはやっぱりサッカーというかプロスポーツのそのライブ感、臨場感っていうのは、まあ、そこがすごい売りだと思うし、そこにすごい価値があると思うので、声出し禁止とはいえ、先ほども話した去年のホーム山形戦のセヌが決めた時はもうみんな声出てましたよね。まあ、ああいう瞬間ってやっぱりすごい特別な瞬間だと思うし、感情がすごい動く瞬間だと思うので、そういうまたシーンをこう多くスタジアムの皆さんと共有したいというか、なので僕は早く応援が戻ってきてほしいなとは思いますね。じゃあ次いきます。富蔵さんです。選手同士でスタグルについて話したりしますか？スタグル食べたことありますか？またこんなメニュー食べたいとかありますか？ということです。そうっすね、選手同士でスタグルについて話したりっていうのはあんまないかな。いかんせん絶対食べれないんでね、試合出てると。だからそこまでアンテナ張ってない気はしますね。まあ、何が出てるかっていうのは分かってますけど、選手同士であんまり話したりはないかな。スタグル食べたことありますか？あるのかな？プロになってからはない気がしますね。プロ入る前は食べたことあると思うんですけど、何食べたか全然覚えてないな。もうこんなメニュー食べたいとかありますかっていうところでは、いやー、なんだろう、みんなうまそうだもんな。でもあれっすね、ラーメンタイガさん今ないんですかね、スタグルには。なくなっちゃったような気もするんですけど、あれがスタグルにあるのを知った時はちょっと食べたいなって僕は思いましたね。ラーメン食べたいね。そんなとこっすかね。はい、じゃあ次いきます。ゼロスタイルさん。試合前や試合後にサポーターに選手の皆さんが挨拶に来られますが、その時にサポーター席の何を見られていますか？横断幕、ゲーフラ、誰が来ている、そしてホームとアウェイでは見るところに違いがあるものでしょうか？ですね、まさに横断幕とかゲーフラとか誰が来てるか見てますね。知り合いが来てたら探しますし、なんだろうなぁ。まあでも僕は、まあ、試合前だったら横断幕とか見たりはよくしますし、自分のゲーフラ掲げてくれる人探したり、ユニフォーム着てる人探したりとか、あとは皆さんの結構顔見てますね。一番嬉しいのはやっぱり試合勝って、回ってる時にこうみんなニコニコしてる顔を見るのはすごい好きですね。ホームとアウェーで見るところに違いがあるか。そうだなぁ。まあ、アウェイだと、まあ単純に人数も少ないので、より一人一人の顔はよく見ますね。ですし、まあ結構遠いとこも来てくれるので、まあ感謝の気持ちっていうのもすごい強いかなと思います。はい。一緒に戦っていただけて感謝してます。よろしくお願いします、これからも。はい、じゃあ次行きます。ライママさん。アウェー戦の時メンバー外の選手はどういったことをしてるんですか？ですね、メンバー外で練習してます。メニューはまあその時々ですけど、もう次の試合に向けた準備が始まるので、チーム戦術に沿ったトレーニングだったり、まあ、人数が少ないので個人戦術にフォーカスすることが結構多いですかね。あとはコンディション下げないように少しこうフィジカル的な要素のあるトレーニングをしたりしますね。まあ、なかなか、まあ、試合みんな出たいしメンバーに入りたいんで、外れるとやっぱりメンタル的にはまあ厳しいところはあるんですけど、まあここがサッカー選手の踏ん張りどころというか、すごい人間的に成長できるタイミングとも言えると思うんで、まあ、今なかなかメンバー入れてない選手も、まあ、はい、食いしばりながらすごい一生懸命やってます。はい、こういうのがまあ試合に出た時にね、パッとこう活躍できたりする要因になると思うので、その辺のメンバーともしっかり手を取り合ってやっていきたいなと思いますね。あとライママさん、辻尾さんの娘ちゃん、ひろいくんのゲイフラ作って応援してるの可愛いですよねって書いてもらって、はい、これ何節か前に試合後に見つけて、いや、めっちゃ可愛かったっすね。
まあ当然辻尾家とは仲良くさせてもらってるんで、はい、今度俺にジュースをおごってあげるっていう話でまとまってます。じゃあ次、緑さん、2つあります。これはあの時組み立てた机ですかということで、これは前回か前々回のサムネイルの写真の、まあ、広いスタジオの机のことだと思うんですけど、そうですね、これはその年始に子供の机を組み立てたんですけど、その机です。はい、結局俺が一番使ってんじゃねえかなっていう説もありますね。で、新加入選手におすすめしたい石川の桜スポットありますか。これはまあベタに兼六園じゃないですかね。金沢城周りこの辺綺麗ですね。まずは行った方がいいんじゃないですか。無料開放してますしね、兼六園も。個人的には犀川沿いがすごい綺麗だなと思います。はい、次いきます。シューマンさん、好きな練習はありますか。筋トレ、戦術練習など。あともう一つ、サブで選ばれた時に試合中にベンチで考えていることはありますか。まず好きな練習ですけど、なんだろうな、走る練習が嫌いっすね。理由は遅いからです。もう悲しいですね、はい、太田康介、秋葉勝っていう僕の友達がいたんですけど、もういなくなっちゃって、はい、いつもダントツビリです。でも頑張ってます。筋トレとかだから走り以外の練習は結構好きっすね。何でも意図が分かればより楽しくなりますし、上手くなってるなって何でも実感できるタイプなので好きですね。あと筋トレも好きですね。結構ジムワークが僕のコンディションの生命線だと思ってるので、ここは無理やりやってるっていうよりはもうやりたくてやってるって感じなので、はい、そういう気持ちでできてるのはすごいラッキーだなと思いますね。で、サブで選ばれた時は、相手の後ろの回し方だったり、相手の、まあ、僕はセンターバックなので、相手のフォワードの選手だったり、まあ、前目の選手の動きっていうのはすごいチェックしますね。で、まあ、ベンチにいる選手で、まあ、相手のウィークとかを考えながら、こっから入れるなとか、まあ、こっちサイドの方が弱いから、こっちから行こうとか、そういう話は結構してますね。はい。うん、そんなもんすかね。うん。次が、セニョールさん。広いキャプテンから見たヤンツーさんの意外な素顔や、ここがすごいってところがありましたら、言える範囲で結構ですので、教えてください。なんすかね。まあ、ヤンツーさんは、本当裏表がないっていうのが一番すごいんじゃないですか。本当に正直というか、はい。そこは一番すごいなと思いますね。ピッチ離れれば本当に優しいおじちゃんって感じで。いや、もうおじいちゃんすかね。孫もいるみたいなので。いや、おじいちゃんとか言ったら怒られるから。まあでもこれ聞いてねえから、きっと大丈夫だろうな。あとは、まあやっぱり監督業ってすごい孤独ですし、メンタル的には本当に強くないと厳しいというか大変なんすけど、だと思うんですけど、まあ去年なんかは本当にめちゃくちゃきついんだろうなって思いながらも、やっぱり僕たちにはそういう姿は一切見せなかったんで、その辺もやっぱりすごいなと思いますね。ブレないっていうところも、自分のやりたいサッカーとかやりたいスタイルっていうのは基本的にはもう調子悪くなったらいろいろこねくり回す監督もいるんですけど、まあ、そういうところには基本的にはヤンツーさん逃げない、まあ、そこはすごいなと思いますね。あとはベテランとか外国人とかそういうところにもこうあんまり遠慮しないっていうのはすごいいいなと思いますね。結構ベテラン配慮してベテランには気使うと、やっぱり若手の選手とかからすごい、なんであの人には言わないのよ、俺たちには言うんだみたいなことがあるんですけど、ヤンツーさんはトヨとか僕にも普通に言いますし、まあ昔もコウスケさんだったりザキさんだったり、まあマサルさんもそうですし、まあ、サクだったり、まあ、ユウト京平、まあ、みんなそれなりに言われてますんでね、はい、その辺はすごいフェアでいいなと思いますね。はい。次が泡森俊介さん。サッカーの指導者を目指しています。ライセンスを取れるとこまで取りたいと考えています。どんな勉強をしたらいいですか、ということですね。取れるとこまで取ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますけど、どんな勉強ですかね。まあ、サッカーの勉強っていうのは当たり前だと思いますけど、まあ、指導者ってことで、まあ、プロの監督とか指導者ってなると、まあ、結構結果っていうところに左右されますけど、まあ、育成年代の指導者ってなるとサッカーだけ教えてればいいってことにはならないと思うので、その教育者っていう側面っていうのは僕はすごい大事だなと思いますね。預ける親も
きっとそういうところは求めてると思うし、まあ、サッカーを通じて、まあ、社会性だったりチームワーク、まあ、努力を続けることだったりとか、うん、なんかそういうところってすごい学べると思うので、そういうところを学びながらさらにこう指導者が人としての在り方だったりとか、まあ、礼儀だったりとか、まあ、そういうところをしっかり教えていけるっていうのは大事なのかなと僕は思いますね。はい、ありがとうございます。最後、リン884さん、試合前の集合写真でなぜ背伸びしているのですか、不謹慎にも笑ってしまいますということで、これやっぱバレてますよね。これね、始めたきっかけは大学1年か2年ぐらいの時に、はい、去年で現役を引退したあの原和樹くんがですね、やっててですね、あの背が高い方が、まあ、写り見栄えがいいからっていう理由なんですけどね、はい、僕センターバックなんですけど、最近さらにみんな巨大化してきて結構でかいんですよ。だからもう背伸びして、あのみんなとこうパッと見た時になんか並んでたり、ちょっとでかい方がかっこいいと思うから背伸びしてますけど、まあ、これバレてるってなると相当ダサいっすね。でもなんかもう癖になっちゃってるんで、なんかちょっとしたルーティーンみたいになってるんですかね、俺の中で。はい、これからもちょっと笑ってもらえればいいかなと思います。質問は以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。まだまだお待ちしてますんで、どんなことでもいいから気軽に質問していただけたらなと思います。ありがとうございます。あ、前回ですね、あのほっこりした話っていうのをしたんですけど、その家族で見に来てくださってた方が僕にアップの前に声をかけてくれたっていう話だったんですけど、あのその方から YouTube のコメント欄にですねコメントしてもらって、はい、なんかどうやら毎回こうテレビで聞いてくださってるみたいで、でそこにはまあ僕の顔が映ってるから音声だけだけど大丈夫って言った質問に首かしげたのは、いや映ってるのになーっていうことだったみたいですね。まあでも冷静に考えたら、僕毎回なんかちょっと変顔じゃないですけど変な顔で映ってるんで、あれが画面いっぱいに映ってるってなったら結構きついっすよね。きついなーと思いながら、はい、どうなんだろうな、継続かな、継続できますか変顔。はい、でこの方はあのこれを機に講演会にも入っていただいたそうなので、本当にありがとうございます。もし希望の選手とか監督とかでもコーチングスタッフでもいいので、はい、希望の方が いればあのサインを盾にしますんで、はい、言ってください。よろしくお願いします。次がですね、これもまた前回アウェーの試合後に食べるお弁当のその質みたいな話を前回したんですけど、まあ、それに対して、まあ、やっぱりいろいろリアクションをしてもらって、クラウドファンディングはどうですかとか、何か協力できますかっていう方も何人かいたんで、はい、これはすごいありがたいなと思ってます。何かを情報発信するっていうことは、うん、すごい大事だなっていうのはすごい感じますね。まあ、一個だけ誤解してほしくないのは、もう本当にダメダメな弁当を別に食ってるわけじゃないっていうことです。はい、チームの威厳に関わるところでもあると思うので、そこだけは言わせてください。はい、ただもっと質も上げたり量が増えたりとかすると、より選手にとってはいいんじゃないかなということで、はい、まあ、必要なことではあるかなと思いますね。なので、まあ、どんな形になるかわかんないですけど、何かしら形にしていきたいなとは思いますので、また協力だったりとかしていただけるとありがたいなと思います。ツエサポファーマー部、今年始動しました。本日ですね、プランター栽培ではなく地植え栽培、憧れの地植え栽培の、苗をこう植えたりとか種をまいてまいりました。これは安井ファームさんのところで、やらせてもらってるんですけど、この YouTube を聞いたか何かわかんないんですけど、スタジアム DJ の太平正彦さん、太平さんが、僕が地植えをやりたいっていうのをなんか聞きつけてくれて、それだったら一緒にやるかっていうことで、少し畝を分けてやろうじゃないかと、はい、神様のようなお言葉をいただいてですね、よろしくお願いしますということで、実
実現しました。で行ってみて、そしたら畝を作るところからトラクター乗って、はい、じゃあこのボタンが前に進む、このボタンでなんか止まるとか、なんかいろいろこうトラクターの操作を教えてもらって、自分でちょっと畝作ってみたりとかして、すごい面白かったっすよ。いいっすね。なんかちょっと緊張したんですけど、まあ、無事にうまくできて、何事もやっぱ経験するって大事だなって思いましたね。楽しかったですね。それで、ブロッコリーがすごい、有名な会社、安井ファームさんはなんですけど、だからブロッコリーとキャベツと人参を、植えてきました。で、もうちょっと暖かくなったら、トウモロコシができるみたいなので、またやりに行きたいなと思います。ちょいちょい行って雑草抜いたりとかしに行きたいなと思いますね。6月中頃ぐらいにブロッコリーができるらしいので、収穫か楽しみですね。はい、家族で今回行かしてもらって、こういう農業体験っていうのをさせてもらえたので、僕だけじゃなくて家族にとってもすごいいい経験になりましたね。本当にありがとうございました。今回はこんなもんですかね。それじゃあ締めたいと思います。この番組ではあなたからの質問、お悩み、メッセージをお待ちしています。ツイッターでハッシュタグひろいとものぶチャンネルをつけて投稿してください。 DM でも OK です。この YouTube のコメント欄でももちろん OK です。それでは朝聞いてくれた方はいってらっしゃい、昼に聞いてくれた方はもう一踏ん張り、夜に聞いてくれた方はおやすみなさい。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りしました。